皆さんこんにちは、ドクター秋吉です。今回は間違ったシートマスクの使い方に関してお話していきたいと思います。シートマスクにはたくさん種類があって使ってる方もいっぱいいらっしゃると思います。ですが間違った使い方をしてしまうと逆に肌が汚くなってしまうことがあるんです。今回は間違ったシートマスクの使用方法について解説していきますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて最後までご覧になってください。シートマスクの間違った使い方を3つ紹介していきます。1つ目、シートマスクをずっとつけっぱなしにする。ずっとつけてれば美容成分がね、マックスで吸収されて肌にいいような気がすると思うんですけど、実際はですね、ずっとつけっぱなしでは良くないです。シートマスクが乾いちゃう前に剥がさなきゃダメですね。乾くまでつけちゃうと、かえって肌も乾燥してしまって、肌トラブルの原因になります。具体的な着用時間については、マスクの説明書を見てほしいんですけど、10分程度を目安と思ってほしいですね。それ以上つけても無意味どころか逆効果です。二つ目、毎日シートマスクを使用する。お風呂上がりに毎日シートマスクをするのが趣味って方もいらっしゃると思うんですけど、毎日はやりすぎなんですね。人間ってマスクを本来しなくてもですね、前の保湿成分、保水成分で潤いを保ってられるんです。マスクをしすぎちゃうと、それに頼ってですね、自分の肌を潤わせる力が落ちてしまうので、かえって乾燥肌の原因になります。なのでですね、多くても2、3日に1回程度にするようにしましょう。三つ目、お風呂の中でつける。汗をかいて毛穴が開いている状態でマスクパックをつけても、美容成分が汗と一緒に流れてしまって、お肌に入っていかないんですね。なので、お風呂上がりに涼しい環境でつけるようにしましょう。あまり知られてないんですが、マスクパックの効果を倍増させる方法があるんです。ここまで見ていただいた方に特別にお教えするので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。その方法ですが、イオン導入と併用するんです。イオン導入は、エレクトロポレーションと言いますが、家庭用のものも売られてますから、それでも良いので試してみてください。マスクパックをした上からイオン導入のハンドピースを当てるんですね。そうするとですね、電気の力での有効成分、美容成分が肌にダイレクトに入っていきますので、ただ乗せていくだけでもよほど有効です。実際に試してみると実感いただけると思うんですけど、普通にマスクパックを流すとですね、10分後とかでも顔の上に液体が残ってる感じがあると思うんですね。イオン導入すると、同じ時間でもほとんどね、液体が残ってないんですよ。全部肌に吸収されてる。有効成分がダイレクトに肌に吸収されますから、マスクパックの上からイオン導入というのは素晴らしい手段だと思います。試してみていいなと思った人は高評価を押してください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。コメント欄で動画の質問や感想もどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。